リスナーにどんな秋か聞いてみた。誕生日の秋、自分の誕生日だから、誕生日おめでとう。東京のお土産の定番、東京バナナ。それの珍しい味、はちみつバナナ味、羽田空港限定。中身はこんな感じ。くまさんがいます。さらに焼けるとこんな感じ。では中身はこんな感じ。わあ、クリームたっぷり。いただきます。うん、あっち、はちみつの味甘。ワールドカップ代表小島、でかすぎんだろ。リスナーはどんな味か聞いてみた。読書の秋、なぎはのよく言うね。本いっぱい読もうね。読みすぎたらどうしても寝てしまいます。それも睡眠の秋だから。コメントありがとう。視聴者にどんな秋か聞いてみた。食欲の秋、だけど本気のダイエット始めます。リアルに本気のダイエット始めましたが、1キロしか痩せてない。うん、それはもうエンダーの秋だから、スポーツ頑張って。やっぱゴルゴルするのが最高だわ。最高はタニーと、とりあえずお菓子ちょうだい。え、お菓子あげなくていたずらがいい。え、クジマチ食べるって、いや、ダメだよ。食べちゃダメだよ。ぷにぃ。いいもん持ってきたぞ。ふなお菓子。パンツじゃなくてパンダだぞ。はな、進め進め。お家まで行くぞ。フリスビー投げるよ。はい。行くよ。振り返。はい。うわぁ。おぉ、すごい。ちょっとやったし。ふねふね、持ってきたよ。あ、ありがとう。へへ。よしよーし。あ、ありがとう。ひよこ。これもひよこ。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 くちまちおすすめハミマのメロンパン。サクサクで、なんかちょいふわ。この周りのサクサクが超おいしい。みんなもぜひ食べてみてね。11月7日は、鍋の日。みんなは何鍋が好き？さ、鍋できたかな？絶対美味しいパン、ランチパック地獄蒸しプリン風。早速食べてみましょう。外側はいつものランチパック。中をちぎると、お、プリンだ！いただきます。うわぁ、うまぁ！めっちゃうまい！黄色いところがプリンで、茶色いところが苦めのカラメルって感じでした。おいしいよ。11月9日は、タピオカの日。ぷにぷに。ほわっと光る電球ライト。すみっこたちが光るみたい。さあメンバーは？いつものメンバー。果たして誰が当たるでしょうか？それでは開けようと思ったけど、いつものカプセルと形が、あ、ペンギン、見えた。あ、ま、開けましょう。いざ、オープン！勝て、カット。ちょ、待って、待って、待って。はい、オープン！よし、さあ誰が当たったかな？あ、この色は、どう見ても、ペンギンですね。さ、光らせてみます。あ、光る。眩しい。え、こんな光るの？すご。決まった。みえ？なに？食べたいの？ほにゃにゃ。それあげる。え？へへへ。こちらでしたー。え？なに？欲しいな？はい。あー、ゲネイ。
ヒヒヒヒ、プクチクチュ。でも、せてやんな。ヘヘヘヘ。なんだこれは。こんなバレバレなお腹かかるわけないじゃん。これは、おいしそう。やだやだ、くぅ。星のカービィ、伝言できる起き上がりマスコットのガチャガチャ。あー、カービィかわいい。この子たちが出てくれるといいかな、目開いてる子たち。では、開けてみましょう。誰が出るかな？オープン。よいしょと。さてと、寝てる子だった。あ、でもかわいい。寝ててもかわいい、カービィ。開けてみましょう。おー、ちょこちょこ動く。起き上がってくる。強い。ふい、ふい。伝言はこんな感じ。そして、こう隠せる。ほほーん。かじまかじまかじま。かじまを食べると。食べないで。食べちゃダメ。へぇ。よし。行くじゃん。えい、えい、あー。とー、いじ、あー。タン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 、ん？お、おはよう。起きたの？今朝ごはん作ってる。そろそろ焼けたかな？よいしょと。あっちあっち。よし。お、綺麗に焼けたな。あっち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 。へぇ、よいしょ。開ける。11月26日。今日は、いい風呂の日。最近寒いから、焼ける邪魔、焼ける邪魔。最近寒いから、みんなもお風呂しっかり入ろうね。やだ、やめて、そんなひどいことしないで。やだ。11月29日、今日は、いい肉の日。ああ、いい肉だな、こっちっち。じゃーん、食べないで。宝箱じゃなかった。たんちゃん。へえ、バチダリ。あ、ねえ、なに？どんどん。チャンネル登録、高評価、もちろんしたよね。こっちまっちじゃないのに。ピエンピエンピエン、ピエン、ピエンピエン。これ負けた。Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Kojimachi. Happy birthday to me.